どうもこんにちは、旬ダイアリーメンバー就活生の高橋涼香です。旬ダイアリーメンバー就活生のキーです。旬ダイアリーメンバー就活生の星です。今日のテーマは伸びる業界と廃れる業界ということで、その見極め方だったりどんな業界があるのかなっていうのを川瀬さんに教えていただこうと思います。川瀬さん、本日はよろしくお願いいたします。はい、どうも川瀬と申します。それでは自己紹介簡単にやりますけど、私東大出て最初の就職先メーカーだったんですけど、あっという間に飽きてですね、それで、MBA と、マスターオブサイエンスをですね、アメリカに取りに行って、それで戻ってきてから AT カーニーというところに移って、それからソフトバンクにしばらくていて、今はですね、コンサルを独立してやってます。今いろんな会社でですね仕事をしてます。金融とか、商業商社だとか IT とか、製造業、いろいろあるんですけど、大体皆さん知ってる上から3つぐらいのところは大体お付き合いしてます。ということでですね、その視点からちょっと偉そうに、これからこれから業界伸びるぞと、ちょっとこれまずいじゃないってところをですねお話しさせていただこうと思います。早速具体的に今後伸びる業界と廃れる業界を教えていただきたいです。まずなんで業界が伸びるかっていうと、やっぱり一番大きいのはテクノロジーなんですよ。新しいテクノロジーが出てきたら伸びるよねってところ、間違いなく伸びるのがヘルスケアです。ヘルスケア、これ今の病院じゃないですよ。むしろですね、どうやって遺伝子を編集していくのとか、医薬品を合成していくのとか、なんか今回モデルナワクチンあるじゃないですか、RNA をですね自分でプリントするんですよね、印刷機で。あれでワクチン作るってむちゃくちゃ新しいじゃないですか。だからモデルナみたい会社はこれからまだまだガーッと伸びます。それで AI が性能良くなってきたんで、これからもう体の中は本当に情報の塊みたいな感じに見るようになってくるんで、これを扱うような会社はですね、これからゴーッと伸びてきます。あと AI もそうですよね。AI なんかもうなんとなく始まってるけれど、メタバースって言葉がいつまで生きるか分かんないけれど、バーチャルの空間の中でいろんなものを構成して、それをいじって、リアルの空間をですね、よくしていくという話はたくさん出てくるんでですね、この業界は間違いなく伸びるでしょう。もう一つの伸びがフードテックって言われてますけれど、食料ですね、健康とか食料ってものすごく関連してるし、当然今のまんまでですね農業を散漫にやってたら地球持たないじゃないですか。だからやっぱりフードテックっていうことで、どういうふうな健康を維持しながらちゃんとサステナブルなフードを作っていくかっていうのは、これはものすごく大きなテーマの一つですよね。ということで、この3つの業種は間違いなく伸びるし、それをですね、そうですね、下支えとなる AI、IT は当たり前だけどまだまだ伸びていくはずです。現段階で気になる業界、私は特に決まってはなくて、じゃあ映像制作、今やってるところなのか。映像制作だったりメディアは一番興味ありますね。私はメーカーを見ていて、メーカーの中でも食品だったり精密機器、医療機器、電気メーカーあたりを見ています。僕は IT だったりとかデジタル広告みたいなところを見ています。その中で危ない業界とかってありますか？危ないというよりかはですね、メディアの中でも危ないところとすげえところがあるって感じですよね。例えば YouTube って10年前な実質なかったんですよ。考えられないですよね。だからやっぱりこういうような自分たちで編集をして発信していくっていうのはまだしばらく伸びるでしょうね。でもそれからさらに AI とかとくっついてこういうことを扱うところが伸びるんだけど、じゃあメディアを同じメディア業界です、新聞どうですかって言ったら、これはやばいですよね。間違いなく消滅するじゃないですか。でも新聞社っていうのは、若い方は分かんないかもしれないけど、30年ぐらい前だと就職 の希望先ナンバーワンだったんですよ。テレビ局もそうですよね。どうですかね、フジテレビとネットフリックス、オファー来たらどっち選びます？ネットフリックスですよね。何も疑問なく言いますよね。でもネットフリックス10年前なかったです。テレビ局っていうのはもう王様だったんですよ。メディアはなくならないです。でも中身は相当変わるし、メーカーもそうですよ。例えば40年前の就職ナンバーワン希望先ってどこだと思います？優秀な学生がみんな殺到したところが製鉄会社です。なんかすげーって感じですよ。でももうそれがメーカーの王道だったんですよ。だからメーカーはですね、当然メーカーなくならないんだけど、中身は相当違ってきますよね。食品とか精密とか、それは変わっていきながら伸びていく感じです。
あとはですね、メーカーの中でも、まあ、自動車ちょっとやばいですよね今。自動車なくならないけど業界構造でガラッと変わってくるから。だって電気自動車になるじゃん。エンジンどうすんの、なくなるでしょって。あと IT 系も同じで、SIR って言って分かります？システムを一生懸命組み回すなんて、これはもう早く消えようよって感じです。付加価値ないから本当に AI とかがきちんとできてくるようになると。やっぱり SIR って何かっていうのは国の予算で生きてるようなもんだから、まあ国だってもう成り立たないじゃないですか。 IT なんだけど、 AIとかメタバース系だとか、あと当然ヘルスケアを作っていくような、IT でみんな支えていきます。例えば自動車産業だって、自動車を動かすのってもう全部 IT になっていくから、そういうところの IT だったら全然 OK じゃないですか。消えていく産業を言うと、一つは、まあ、間違いなく銀行なくなります。だって銀行なんて、だってあれ、データを動かしてるだけなんだから、だって何にも付加価値ないじゃんあの人たち。金融サービスはなくならないです。でも銀行って業態は多分今のままだと全然あかんですね。かなり変わって生き延びるってなると思います。成長産業はやっぱり人足りないんですよね。だからそこに言えばあまり食いっぱれないし、衰退産業に入っちゃうと人余るんですよ。まあ、例えば今で言うとですね、どんなに志が高くても無理です。国なんても赤字でしまくりで、もう伸びないですよ。川瀬さんが今就活生だったら入りたい企業を教えていただきたいです。